ジャストコーズ3は2016年に発売されたオープンワールド型のアクションアドベンチャーゲーム。日本では2016年1月21日に発売された。制作はスウェーデンの会社であるアバランチスタジオ。発売元はスクウェア・エニックス。ジャストコーズシリーズの3作目。独裁者ディラベロ将軍に占領された。 地中海の架空の島国、メディチ共和国を舞台に、主人公のリコロドリゲスが冒険を繰り広げる。シリーズ初のプレイステーション4版、Xbox One 版が発売される。本作もオープンワールド形式が採用されている。本作の日本語版は、音声が日本語吹き替えになっているが、海外版からの仕様変更はない。またゲーム中のオプションで日本語音声と、 英語音声の切り替えが可能。日本のプレイステーション4版の発売に際して、空飛ぶエクストリームギャルと題された CM が流された。地中海に浮かぶ宝石と言われる美しい島国、メディチ共和国。この国は危機に陥っていた。メディチでしか採掘できない希少物質、バベリウムは磁石の性質に加え、爆薬や無限の燃料源になることから、 ディラベロ将軍に目をつけられた。ディラベロは大統領を暗殺し、クーデターを起こし軍事政権を打ち立てた。ディラベロの野望はこれにとどまらず、ここから世界征服を目論んでいる。この島に生まれ育ったマリオ・フリーゴはディラベロに抵抗するため、反政府運動をしているが、小規模なためうまくいっていない。マリオは古くからの友人で CIA のエージェントのリコ・ロドリゲスを、 メディチ共和国に呼び寄せた。リコは政府軍の施設を破壊し、政府の求心力を低下させる作戦を立てる。俺が破壊し、あんたが立て直す。リコとマリオは育ちの地であるメディチを独裁者から解放するために政府軍と戦う。ありがとうございます。